バーレーンワールドトレードセンターあるいは日本語でバーレーン世界貿易センターはバーレーンの首都マナーバに2008年に完成した超高層ビルバーレーン世界貿易センターは高さ240メートルが2棟のツインタワーであるバーレーンフィナンシャルハーバーに次いでバーレーン国内では高さが2番目である2つのタワーは3つの連絡通路いわゆる スカイブリッジで結ばれており、各々の連絡通路に2 2 5ットの風力発電用の風力タービンが建設された。3期合計で6 7 5ットの電力を発生する。これは2つのタワーの総電力消費量の11%から15%を賄うと計算されている。風力タービンを付設した超高層ビルは世界で初の試みで、 各種の建築賞を受賞した超高層ビルである。設計はイギリスのアトキンス社。一つの風力タービンの直径は29メートルで、ペルシア湾からの風を最大に受けるために、すべて北側を向いている。二つのタワーは同じアトキンス社が設計したアラブ市長国連邦、ドバイのブルジュアルアラブによく似た穂の形をしているが、これは、 風力タービンに垂直に風流を集約するために、どの方角からの風も2つのタワーの両側から45度に流れ込むように、ロートのような形状でデザインされたためである。ありがとうございます。